から信号変わりませんのでどうぞ渡られてください。はい、降りてきてくれんかな。
元に、うちの甥っ子が来て、山本町の前の方から来て、合わせて。
こことこっちから別々だけどちょっと忙しいね。蔵王堂花櫓の間人形
ございます。雪のまま残る吉野山で佐藤忠信は与川の各藩を退治します。与川の各藩の正体は忠信の兄継信の敵能登の神範経でした。忠信は各藩と激しい勝負を繰り広げますが、ついに組み仕掛けてしまいます。ところがそこへもう一人忠信が駆けつけ、各藩が仰天した隙を狙って組み仕掛けた忠信が各藩に手傷を負わせます。源九郎狐が妖術を持って忠信を助けた場面が再現されています。豆が上町とともに江戸時代の情緒が最も色濃く残ります。ご覧の山床は今年30年ぶりに復元され、豪華絢爛に生まれ変わりました。車輪に使用する松の直径が90センチもあり、北の祇園山鉾の中で最大の台車を誇っています。今年の人形値段は千両山社長、人形は親獅子のせい、子獅子のせい、弱小奉仕でございます。天竺に渡り文殊菩薩が住む千両山にやってきた弱小奉仕、石橋を渡ろうとすると木こりから、この橋は幅が狭く苔で滑りやすい、下は戦場の谷底にあって人間の渡れる橋ではないと止められます。やがて菩薩に仕える霊獣の獅子が出現し、山一面の紅白の牡丹に戯れつつ豪壮な舞を舞うのでした。Thank you.
箱の残っていることなど伝統を重んじる町です。ご覧の山鉾は平成23年に新調された山鉾で、高さは10メートル、重さ5トンと明治中期の山鉾を忠実に再現した山鉾となっています。今年の人形議題は人形は何しか、ベルケスの小国判断でございます。漁師何七は小国家に仕えるお国である元武士の男、小国で沖へと連れ去られるベルケ姫を救うべく、何七は八百羅を払う刀を突き立て、自分の命と引き換えに船を戻してほしいと友人に願います。すると深い傷を負った波七はテルテ姫を一人船に乗せて逃がし、なおも襲いかかる賊にとどめを刺した後息絶えるのでした。を持つ町で豆田八坂神社のお旅所も中条町にあります。ご覧の山鉾は町内裏通りに設置された低い電線を通行するため、高さを8メートルから6メートルに変えることができる山鉾で、巡行途中に高さを上下する様子も見どころの一つです。21日、22日に行われる日田祇園祭りでは、167年ぶりに復元・新調した豪華絢爛な玄武の見送り幕をぜひご覧ください。今年の人形下題は梅もみじ錦の伊達織、人形は荒獅子男之助、日記壇上正岡でございます。奥州足利家の執権日記壇上や妹八潮らは足利家の乗っ取りを企みます。幼い主君鶴千代の乳母正岡は自らの子を犠牲にして悪人一派から
幼い主君を守ります。御殿の床下で警護をしていた荒獅子男之助は妖術でネズミに姿を変えた日記男女と対峙します。彼らのことで新しい領地を賜りました。領地入りした日、一人の老婆が現れ、我が子を殺したと名指しで折綱を咎めます。はじめは知らぬ存ぜぬを通していた折綱も、再三の老婆の追及とその哀れな様子に心を動かされ、とうとう告白し、領主を回向することを約束しました。守綱が富士との海辺で領主を弔っていると、領主の亡霊が海上に姿を現します。亡霊は悪竜の水神と化して恨みを晴らそうとしていたのですが、意外にも回向を賜ったことに感謝し、悲願に至って成仏の身となりました。新調いたしました。今年の人形下題は鞍馬天狗、人形は大天狗、牛若丸、カラス天狗、後ろ山に菊地堂でございます。春の鞍馬山、花見にやってきた僧と大勢の稚児の席で、山伏が不作法な振る舞いで上がり込んできたため、花見は延期として、僧と稚児たちが去ってしまいます。山伏は人々の心の狭さを嘆きますが、稚児の一人である牛若丸だけはその場に残っており、山伏と親しく肩巻きなぎなたを抱えて
牛若丸が待ち受けていると、各地の天狗たちを引き連れた大天狗が現れます。牛若丸の自分を思う心のいじらしさに感じった大天狗は、宝石公と長領の逸話を語り聞かせて、兵法の奥義を牛若丸に送電し、別れを惜しむ牛若丸に戦場での守護を約束して去っていったのでした。集団が降りて最後は、今武田地区五番山若宮町山鉾です。若宮町は武田若宮神社のお膝元にあり、面積も広く世帯数も400世帯を超え、山鉾町の中では最大の町です。町の横を三隈川に流れ、夏の風物詩となっています。アユの柳田もこの若宮町にあります。2013年に新調した山鉾ですが、改めて金箔の貼り直しや夜間のリミネーションを行うなど色上げをし、より鮮やかになった山鉾をご覧ください。今年の人形芸題は雲の糸、あずさの弓張り。水貞光が宿直をし、館の警備に現れたわらべののし丸が寝所を伺うが、二人に気づかれると糸を繰り出し姿を消しました。その後も薬売り、番頭心臓、座頭と次々に現れては去っていきます。そこに頼光と京成薄雲が共に現れて逢瀬を楽しみますが、この京成のそして場が女郎雲の住処へと移り、女郎雲と対決する頼光ら、なかなか決着がつかない中、そこへ平井康政が登場、見事に退治するのでありました。
山鉾巡礼に威勢をつけます北祇園山市は長崎から